部活中継です。今日行ってくれているのはこちらのブルーウェーブのお二人です。では呼んでみましょう。住川さん、そして4番サード西澤さん。はい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 、はい、どうもブルーウェーブです。お願いします。お願いします、はい、以上からアナウンサー柴原アナウンサー、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、お願いします。スタジオにベリーグッドマンさんがいはるということで、はいはいはい、実はむちゃくちゃ疲れた時のロバーさんに似てるって言われたけど確かに、そう似てるんや。でもどっちかというと岡崎体育さんですけどねほんまや。ただむちゃくちゃ疲れた時のロバーさんらしいです。あ、めっちゃ似てます。嬉しいね。いや、本当嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、夢の大高校応援団の方に来ております。ほう、西田さん、応援団ってどんなイメージですか？好きです。そういうこと聞いてるんじゃないのよ。どういうイメージ応援団って？いや、だからその大きい声出してるけど、うん、なんかクラスでは大人っていう。なんか思ってたのと違うな、まあ、元気なイメージじゃないですか。はいはいはい。早速ここで練習してるということで、早速行ってみましょう。お、行きますか。さあ、どうでしょうか。うわ、じゃあ行ってみたいと思います。オープン。応援団の皆さん、こんにちは。よっしゃ。すごい、すごい迫力がありますよ。西澤さんがツッコミあるボケやと思ったら確かに僕ツッコミは僕なんですよ。あ、聞こえてたんですね。すいません、団長さん、すいません、団長さん、団長さん、あ、団長、あら、ちょっとお話聞かせていただいていいですか？これで、自己紹介の方お願いしていいですか？はい、夢の大高校応援団団長の夏中優希です。あ、よろしくお願いします。これ夢の大高校の応援団は部活じゃないらしいですね。はい。え、これ何なんですか一体？普段の委員会活動の中に応援団という委員会があって、うん、年に3回対面式、壮行会、定期戦の時に活動しています。その生徒会や図書委員会みたいな感じで応援団委員っていうのがあるんですね。じゃあなんかいやいややってる。そんなことないよそんなことないよ。ちなみになんで応援団を選んだんですか？先輩たちが袴を着て踊っている姿を見てかっこいいくて、自分もやってみたいなと思って選びました。やる、ね、憧れてね。ちなみに普段部活も別にやってるってことですか？はい。ちなみに何部なんですか？陸上部で長距離の800から1500メートルを走ってます。普段陸上しながら応援の方も。じゃあ自分も選手なんで応援される選手の気持ちも分かるから、結構応援にも熱が入っちゃいますねこれね。はい、応援されたら頑張れる気持ちを知ってるから、なるほど、もっと頑張った自分も頑張って応援しようと思う。いや、素晴らしいですね。なるほどね。応援団の練習で普段どんな練習をしているんですか？年に3回活動があるので、はい、それに向けて1年生に振りを教えたりして、うん、細かいところまで練習してます。みんなで工夫して練習してるんです。なるほど。ということでね、後半は実際に応援をね、見せていただけるということで、皆さん後半もお楽しみにしておいてください。本当ね、僕もね、なんか応援団に仲間入りさせていただけるみたいな。ロバーサードにさ入れてくれるって、めっちゃいいやこれね。いや、じゃあちょっとね、前半の最後にエールみたいなちょっとお願いしていいですか？エールという応援を見せていただけるということで、準備はいいですか？じゃあエールお願いします。夢の大高等学校の健闘を祈り、後半もお楽しみに。では部活中継です。今日紹介するのは県立夢の大高校。1925年ですので、もうすぐ100年になるということなんですよね。こうくん、清く正しく、これ美しくだったら宝塚なんですけども、夢の大は優しく強くということです。それではブルーウェーブの住川さん、4番サード西田さん。はい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 、はい、ということで今日は夢の大高校応援団の方にお邪魔しております、はい、これすごい練習で迫力もすごかったですね。いや、すごかったですね、本当ね、うん、話を聞きたいんだ、副団長、はい、島田さん。あ、はい、あら、島田さん、なんか応援団がもうすぐ活躍する場所があるらしいですね。はい、来週19日に日陰高校との定期戦があるので、はいはい、今年のメイン競技はバレーボール、はい、会場はグリーンアリーナです。グリーンアリーナすごいですね。例えばどんな練習をしてるんですか？337拍子、エール、
校歌のこの3つを練習しています。結構代々受け継がれてきてる練習なんですか。はい、そうです。すごいな。でそれではですから、後ろにですね、あのポンポン持っているチア、あのバトン部の皆さんもいるということで、はいはいはい、バトン部のみんな元気かーい。イエーイ。あー、すごいこれ。え、バトン部の皆さん見せてもらえるらしいですよ、西澤さん。あ、マジですか。じゃあバトン部の皆さん、お願いします。で行っているコールというものをお見せします。はい、ありがとうございます。素晴らしい。これ僕ら野球してたら100点取ってたから、応援されたらな、牛丼やったら100杯超えるね、応援されたらな。いや、すごい、ありがとうございますということで、まだ副団長山内くんにも来ていただいてる。山内くん、おお、か展開すごい迫力だ。え、うわ、これ山内くん、西澤さんを今日指導していただけるということなんですけど。あ、そうなんですよ。よろしくお願いします。お願いします。おい、いい、かっこいいよこれ。え、どんな風に指導していただけるんですか。あ、今日はちょっと三三七拍子っていうのを、はい、まあ、練習していただいて。三三七拍子ですか。あれですか、いわゆる、いわゆるどんなイメージ。三三ペッ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 。いや、それ見たことない。三三七拍子やらすなよ、こんなの。え、これこんな感じですか。全然違います。全然違う。全然違う。え、どんな感じなんですか、夢の大高校の三三七拍子は。まず、まあ、団長が三三七拍子って言うんで、はい、まあ、それに合わせて、まあ、僕らはそーれって構えてから、はい、まあ、右からダン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 っていう感じ。なるほど。そのむずい。や、頑張れるこれ。むずい。できる、これ できそうですか、今日で。まあ、頑張ったら。まあ、頑張ったら。まあ、頑張ったら。いける？え、あ、多分。はいはいはい。これいけるかな。あ、いけるかな。うん、で、この応援団といえば、大声で叫ぶっていうイメージがあるんですけど、はいはいはい、これ声出しのコツとかってありますか。まあ、長く声出すわけじゃないんで、はい、まあ、短くお腹から声出すっていう感じで。短く、ダって感じですか。あ、そうですね。西田さん、じゃあ、出してもらっていいですか、大声。いや、ちっちゃいな。じゃあ、大声。今のどれぐらい。今何点。3点ぐらい。3点。100点中3点。3点です。え、アドバイスとかありますか。やっぱり、まあ、お腹からさっきも言ったんですけど、声出すのに、うん、まあ、状態ちゃんと起こして。なるほど。なるほど。姿勢を良くしてね。はい、じゃそれを踏まえて、リサさんが、ね、大きい声お願いします。はっ。ちっちゃいような、完全に。これ何点。あ、12点とか。むちゃくちゃ低い。100点中12はやばいってこれね。どんな感じですか、ちょっと見本見せます。結構出してるか。あ、おお、すごい。いいね。これが100点ということですね。いや、これでも、まあ、70点。70点。いや、70点。どんどん上を目指しているということで。そうです、ね。いや、すごいね。兄さん、いけそうですか、これ。あ、まあまあまあ、でももういけるよ。お、ほんまに。あ、じゃあもう早速行こうか。マジでもういける。やろう。じゃあお願いしていいですか。行きましょう。お、本番じゃあお願いします、これ。夢の大高校、伊豆西沢オリジナルバージョンの三三七拍子見せていただけるということで、西さん、いけば準備はいいですか。いける、はい、けますか。じゃあお願いします。3点と。兵庫県立夢の大高等学校の健闘を祈り、三三七拍子。そう、いやー、皆さん素晴らしい、ありがとうございます。皆さん素晴らしかったんですけど、西田の全動き2テンポずれてたわ。よしこで見ながら1テンポじゃなかった。実際にやってみてどうでしたか。ねえ、応援されたいです。応援したいじゃない。やっぱ難しかったですか。応援されたいです。いや、でもね、この迫力があってすごかったです、本当ね。すごいですよ。最後に団長団長どこ行った。団長なで見失うねお前。だから来週定期戦があるところで、その意気込みを聞かせていただいてもいいですか。はい、
来週の定期戦で試合をする全部活が頑張ってもらえるように、はい、私たち応援団も全力で応援したいと思います。いや素晴らしい。これ来週の三陰高校の定期戦からか第何回目ぐらいになるんですか？それが記念すべき50回目です。おー出た50回目。これぜひ勝ちたいところですね。いやすごいね。じゃあこの応援団をねやってみて、なんかその楽しかったこととかありますか？みんながなんか、うん、あの私たちの応援を やったのを見て、みんながなんかあの頑張ったねとか言ってくれるのが嬉しい。なるほど。いやでもね、この応援団を応援する応援団もちょっといる。いや本当に今日はあの留学したての1年生とかも来ていただいたということでね、この皆さん本当ありがとうございました。ということで夢の大高校の応援団からお届けしました。皆さんありがとうございました。お来週の定期戦に向けて最後のなんかありますか？一言。来週の定期戦頑張るぞ。頑張ってね。頑張って。いや、金田最後奇抜だったよ。手探りや。すごい。あいい、ちょうどチャイムもなって。ちょうどチャイムもなって。あなんかもうすごい元気。整体師に見えてきましたね。確かに。いやありがとうございました。あいいですね。あ素晴らしい。素晴らしい。素敵。ちょうどチャイムでね、まあ、切り替わった感じでしたけどね。いや持ってるな、はい、まあ、生中継ですから。そうですね、まあ、あのベリーグッドマンの皆さんも大阪桐蔭の、まあ、高校 その吹奏楽部とコラボしたりとかしてましたけども、はい、またこの応援団を見て新鮮だったんじゃないですか。なんかこう励ますっていうことで自分もこう元気になれる時があるので、やっぱこう人のためにあの声を枯らすっていうのはやっぱすごいかっこいいと思いますし、こうエネルギーがみなぎるので、これからも続けてほしいなと思います。まあ、いつもはね皆さんの曲がそういう立場になってるんじゃないかなというふうに思います。そうかもしれないですね。なんかこう応援ソングを歌ってる側がこう元気になっていくっていうのは本当にあると思うんで、あのみんながみんな応援しだした方がいいと思いますね。はい、うん。